はい、こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今日やるゲームはこちら、スペクター。はい、これね、どういったゲームかというと、概要欄によると、あなたはジャーナリズムの世界で名を馳せることを決意した若く野心的なレポーターです。所有者の命を奪ったという悲劇的な事件の後、何年もの間放棄された幽霊の出る、農家の家の噂を聞いたことがあります。地元の人々は自分たちの精神が今でも敷地内に残っていると信じており、中に入る勇気がある人は誰でも悩まされていますとのことです。やってみましょう。それでは始める。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、始まりましたね。おお、グラフィックめちゃくちゃ綺麗。うわ、すごいな。嵐ですね。はい、で、これが畑ですね。なんかいるんだよな。カカシか。はい、で、この家がその幽霊の出るという。うわ、すごいですね。雰囲気が。This must be the abandoned house. It looks exactly like the one in the pictures. I need to find evidence of the girl ghost.いましたね、確実に。Can't go in without my equipment. あ、これが見れるのね。うん。OK。さあ、これはなんだ、カメラ。カメラ、ペーパーパック、フィルムかな。はい。そして、あ、OK。フラッシュライト。なんで揺れてんの？ It looks like the paranormal activityAlready started. めっちゃ怖くない？勝手に揺れてます。頂上的な活動はすでに始まっている。椅子のことかな。これ入れんのかな。普通に開いて、あ、開いてる。オッケー。あ、久々で忘れた。フラッシュライト持ってんだね。オッケー。じゃあこれで、お、何何何、閉まっちゃったじゃん。いや、閉じ込められた。 Looks like the stories about the ghosts are realThis place is definitely haunted. 確実に幽霊ですね。はい、開かない、うん、This place definitely seen a better days. 何もない。あ、紙取れた。あ、 OKOK 取れた。はい、お手紙をいただきました。読んでみましょう。ちっちゃ、ちょっと待って、ちっちゃすぎて見えるかな。未知への恐怖の中で、私は彼らの心の片隅に潜む影であり、彼らの夢につきまとう悪夢です。彼らは祈りと聖水で私を遠ざけようとしますが、私は彼らの弱々しい試みには力が強すぎる。私はこの農場に出没し続け、あえて私の道の邪魔をするものを苦しめます。気をつけてください。私はいつも見ている。はあ、幽霊からのお手紙か。てか、何、力が強すぎるから払えないんだ。めっちゃ怖くないそれね。あ、何何、赤い、違うかいや、怖いな。雰囲気がありすぎてちょっと不気味すぎる。開かない。ここはもうそもそも扉じゃない。ってことはもう下の階は全部見た。さっきちらっと見えたけど上の階があるみたい。行ってみましょう。見えねえ。おお、なんだなんだ。いるいる。 Hello ladyレディーが、レディーがいましたね。じゃあレディーのところへ行ってみましょうか。こっちはなんだ。何もないですね。
ちょっと待って。プリン？プリンがいた。いや、はって言ったね、今。暗いな。なんだ？私は近づく必要がある。何に？今のプリンかな？開かない。あ、こいつか！え、ちょっと待って、これ。おお、そう。おお。あ、これフィルムでプリプリすればいいのね。はい、シェイク。シェイクをして。どれどれ。取れたかな？写真がない。どこ行った？あ、やっぱいないんだ。鍵だ。見えねえ。よし、OK。明るくて見えないかも。開かない。今の鍵か。違う。あ、閉じられた。なんか開くのか。あ、開いた。あ、なんかある。なんだ、ちょっと。よし、オッケー。ライター。ライターを手に入れたのか。普通に開いたね。いや、怖いな。いそうなんだよね。ないよね。で、このラン。ランは違う。Is it written in blood? 違う。ここでもない。これでもない。このね、フラッシュライトちょっとなんか怖いんだよな。この感じのゲームでだいたいバッテリー製なんだよね。で、さっきよりもなんかフラッシュライト暗くなってるんだよね。わかります？一瞬変な動きのした。あ、なるほどね。これライターだね。ライターの仕業で。The smell is terrible. おっと。はい。鍵が手に入りましたね。Some kind of ritual? いやー、閉じられてる。いやだな。おっと。笑われた。で、今の鍵で。ここはそもそも鍵じゃないのか。フラッシュライトにしようか。はい。で、扉を違う。ここは鍵じゃないのか。いいね、雰囲気あるね。違う。あ、さっきのあそこかな、もしかしてこれかな。あ、開いた。普通に開いたね。鍵、よし、オッケー。こいつか。違う。オッケー。こっちじゃないか。いや、すごいな、雰囲気が本当に違う。うん、奥違う。うん、OK、 2階ではないってことは1階だね。じゃあ1階に行きましょう。
これそもそも開かないところだね。はい、開いた。オッケー。はい、広い部屋に来ましたね。あ、Sounds like someone is walking upstairs. 鍵、鍵。よし、オッケー。鍵を手に入れ。あとは、いや、これ綺麗にしたら多分すっごいいい部屋なんだよね。だけど怖いな。で、こっちの違うね。ここか。全然違う。こうっていうと、あっと、これは全然開かないから、こっち、これか、違う。 OK ってことは、じゃあ2階だね、もうね。開かないもんね。よし、じゃあ2階の部屋へ行きましょう。いや、このランの部屋かな、いよいよ。まだランじゃないよね。早いよね。こっちか。開いた。いや、これは、なんちゅう部屋ですか。This blood looks fresh. フレッシュな血がある。マジで。Take it time for me to go.関係ないね。え、なんかいない、あれ。いるじゃん。マジか。取ってやります。うん。取ったぞ、取ったぞ。どうだ。写真どこで見るんだろうな。あ、これか。はあ、はあははあ。いや、幽霊映ってね。大丈夫かな。 Oh shit. I'm sorry for disturbing you. I'm leaving and never coming back. どうした？襲われた？あ、チャプター1これでおしまいなんだ。いや、これは面白いぞ。てか怖い。うん、雰囲気もいいし。いや、最高でしたね。はい、といったところで今回の動画をおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。